白い闇が出てくるわ。君ってやつは。よかった、本当に。まったくもう、最後まで心配をかけて。やりやがったか。お、なんだ、どうした。そういえばミリアムは。ここにいるよ。心配させるな。勝負は灰の勝利。これで全ての決着が。ミリ、あ、やっぱりそうなっちまったか。それって力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外。ま、そっか。抑えられないんだね。呪いの本体、黒きイシュメルガの悪意を。ああ、よこせ、よこせ。我のものだ、すべて。ああ、心地よい。ドライケルステイを蝕んできた者の正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶だが、黒の本体と分離され、この次元に顕現した今こそ葬り去れる唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえ、ふざけんじゃねえぞこら。ああ、諦めるのは早い。シュメルガの干渉が弱まったのが原因だろう。アリサ、すまなかった。10年以上ぶりになるのかな。トン様。リン君、ギリアスさんは最後まで諦めなかった。元凶と共に大いなる一のみをこの次元に顕現させる方法を。聖獣たちの加護を得た君ならば、きっと。まさかあれはこの時のためだ。うん、試す価値はあるだろう。大いなる位置は錬成間近。元凶と共に檻に封じるがいい。お主の魂に絡みついているもの、皆の力も借りて引き剥がすことによって。ああ、ああ、迷ってる暇はねえ。
の思いをそなたに届ける。僕たちだけじゃないよ。黄昏の儀式を逆利用して帝国中にいる皆さんからも。教官、ダメ元ですよ。だからどうか、どうか諦めないで、リン。わかった、みんな頼む。儀式を解析、広域霊視ネットワークを構築します。ロゼン、ディータ、他の連中にも手伝ってもらうわ。ブーストするよ。皆さんの思いをリーン教官のもとへ。この光、そうか、そこまで成し遂げたか。エリゼちゃん、皇女殿下。はい、兄様は私たちが絶対に守ります。7組と同じ霊力による結びつきか。ああ、彼らの存在を感じる。アーティファクトとアークス2を介した広域霊視ネットワークでしょう。うん、ここが最後の分岐点だよ。頑張ってくださいリーン教官、ミュズちゃんたちも。くそ、俺たちもとにかく急ぐしかねえ。待っててくれリン、アッシュたち、私たちの力も貸すから。スバルさん、ここが剣士の意地の見せ所ですわよ。ここを乗り越えれば叶うはずもなかった未来を引き寄せることもあるよ。だったら引き寄せるしかねえだろ。リン君たち、待っててくれ。君たちならば、いや、私たちならできるはずだ。ええ、お嬢様たちの未来と私たちの未来も共に。トーマス・ライサンダー、間に合ったらよろしく頼むぞ。ええ、箱使いの名にかけて。ここが踏ん張りどころだな。あなたたちは。そうか、鬼神の力とともにバリマールの中に。ええ、ここまでの戦いも見届けさせてもらいましたリン。あなたたちの力見せてみなさい。待っているフィーたちのためにもな。ああ、それこそが我々にないお前たちの力。ああ、お前たちの全てを合わせて今こそ成し遂げるがいい。そこにいる忌まわしくも哀れな黒き炎との決別を。ドライケルス、貴様、我を哀れに宿った。ああ、彼は我、我は彼、なれどなれは我らにあらず。これは行動無駄な喘ぎを。
八王一刀流、七の型無無双神器統一。いや、ここからだ。封じられることで巨大な力と融合した。あまりにもわずかな可能性だが、この次元で滅ばせる唯一の形態として。そういうことか。くらいの力だろう。だが放置すれば文字通り世界を滅ぼすくらいに成長するはずだ。冗談じゃないわ。させません。ああ、だがいくらなんでもあまりに大きすぎる。バリマールたちは出力急激に低下。すまぬ、サイレン星に持っていかれたようだ。くっ、そうなるかよ。なんとか俺たちだけでケリをつけるしかない。そなたらだけではない。この声は文校長？まさか。精霊の道をつないだが、これよりそちらに転移する。箱で足場を用意するので存分にやってください。あら、翼よ、我らはあの地。お待たせ、リン君たち。助立する。全身全霊を持って。君たち7組の力となるため、受け継ぎし意志を示すためにも。露払いは我らに任せるがいい。レーシネットワークを構築した。こちらも支援する。遠隔オーダーでお手伝いします。ですから兄様、皆さんお願いします。どうか無事に戻ってきて。悪いな、俺らもオーダー程度だが。どうかブーンを、その手で未来を掴んでください。ゴー！